えー、人間が誕生して、まあ、人間が誕生してっていうか、まあ、人間も含む生物が誕生してですね、えーまあ、単細胞生物から多細胞生物になって、まあ、足ができたり手ができたり目ができたりしてですね、まあ、大変に便利になったそしてそれがさらに群れととしてのの一つつまとまりを持つようになるわけです,、ね、ですから私たちは今、えー、個人から群れへ 群れただ人間というのはですね過去に起こったことはそのまま、まあ、信じるというかもう見ればわかるので単細胞生物が多細胞生物になると、まあ、そんなことを単細胞生物の時に私が言ったらですねみんなが何ていうかた分そんなことできないよと。第一 細細胞と細胞ととをくっつけるものがなないいじゃないかとかですねそれから細胞と細胞胞とのの間の連絡はどうなるんだその頃神経とか血液なんてうのも思いつきませんからねだからそういう反論がすぐ来るわけですね。もちろん単細胞時代はそんな議論はできないんですがまあ例えばそうなんですね。今はそれは同じで人間同士が1,000人ぐらい固まった大きな巨人になるなんて言うとですねいや人間と人間は何でくっつくんだとかですね それから連絡はどうするんだテレパシーなんか嘘だって山ほど来るんですがまああの群れの間に歴然とした連絡もあるわけですねそれから何で東京という都市が存在するかって言ったらやっぱり人間が1人でいるよりか群れになってた方がいいということですからこれはもう多細胞生物と全く同じ原理が働いてるわけですね。ってもちろん人間同士の テレパシーと言われるようなものもあるしいろいろその他の IT 的な通信手段もあるわけですねもしかすると現在進んでいる携帯電話っていうのはもしかするとその群れを強固にする道具の一つとしての過渡期的なものかもしれないわけですね。いやなかなかこのアコースティック哲学っていうんで <laughs> 基本的なことを考えてるわけですからなかなか面白いですね。ところで えもちろん歴史というのは進んだり後退したり進んだり後退したりするわけで最も最近の大きな後退は私は近代ヨーロッパだと思うんですね。近代ヨーロッパっていうのは長い中世,ルネスあの,中世の暗い時代を,を耐えられずに人間がルネッサンスという明るい光を当てた時代を経てですね科学とか芸術とか文化 っていうのが大きく花開いた時代なわけですね。えーまあ絵画なんかはルネサンスの時から進みましたしちょっと遅れて音楽それからドイツ哲学を中心とした哲学それからさらに17世紀ぐらいから進んできた科学というのがですね一斉に花を開きそれはやがてヨーロッパの暴力として人類の上に大きな災厄をなすんですね。まあ、あの例えばこれは 我々は輝かしいヨーロッパの文化カント・ヘーゲルベートーベンモーツァルト <laughs>、ね、それからそういったあ素晴らしい画家たちというようなことを言うんですが一方では、えー、南アメリカのペルーではああインカ帝国では、えー、何百万人と虐殺されたアジアでは多くのアジア人が 侵入し白人の暴力の下で侵吟しアフリカは奴隷として、まあ、悲惨な人生を送ったわけでど,どっちに光を当てて近代ヨーロッパ文化というのを見るかによってずいぶん違うわけです。今までは今までの日本人はですね近代ヨーロッパ文化を全部ヨーロッパ側から見てますので、えー、ショパンの音楽とかですね聞きますと感激するんです私も感激するんですが一方で私はですね どうしてもこのヨーロッパ、近代の作品に血を感じるんですね。残酷な血をだからベートーヴェンなんか聞きますと、私もすごく好きなんですが、同時にこの音楽があの残虐な血と一緒なんだなと思う。まあ、そんなことも思わないでくれって言わないでくれって言われるんですが、そういう感じがまするんですね。で、そこで生まれてきたのが実は。 個人主義というものなんですね実はあの集団主義集団的なまあ部族とか部落といった昔の集団的な生活ですねとですねそれからヨーロッパ近代がもたらした個人個人に光を当たる、まあえー、日,本日本国憲法もそんなこと書いてありますねだから個人主義にもう一回戻るんですね。 で今日本はです、ね、戦争に負けたこともあってです、ね、負けたと言えるかどうか分かりませんがまあ3勝1敗だと私は思うんですがまあ戦争というものを経てですね打撃を受けたわけですよ明治維新と大東亜戦争で打撃を受けた日本人はですね、えー、その集団主義集団というものが悪であるというふうに思ってそれでまあ極端にはあの、まあ、日本は女性の方が恵まれていたのに。<laughs> 女性の地位を一度男性の所有物として取り扱われていたヨーロッパに戻してからもう一回ジェンダー問題なんつってやったりですねそれからまあ個人というものを主張するとですね本当に家庭もバラバラになるし離婚も増えるし友達同士も喧嘩するしいじめも発生するっていうのはいろんなことがもう目に見えてるのにですね個人というのを尊重する人が 出てきたわけですねなんか個人を尊重するということが進歩であるかのよううに、まあ、錯覚をしてしてまうわけですねですから、まあ、そういうことがその人類の歴史を後に引き戻したわけですけどもしかしまああの進歩というのはそういうものでありまして、えー、進んだり遅れたり進んだり戻ったりしている間に少しずつ進むというものがまあ 進歩というものですから、まあ、やむを得ないと思いますが、まあ、いずれにしてもヨーロッパ近代の個人主義というのが個人の尊厳というものがですね極めて悪い影響を及ぼしたと全人類にですねそれはもう間違いない。まあ日,本まあ、日本人だからじゃなくて、まあ、日本だけが唯一世界で唯一ですね、えー、国民は全部平等である。 という思想を今から1,700年ぐらい前に打ち立てえそのもとで国が1,700年も続いてきたというそういう特別な状態にあったわけですがそれはなぜかっていいますとやはり個人を否定はしませんが個人を弱く見てそして集団を大切にするそれが例えば 聖徳太子の輪をもって尊しとなすという文章でもあるし十七条憲法ですねそれから「古事記」の神話でもあるし、まあ、天皇制でもあるわけですが、まあ、いずれにしてもその,個人の上に集団を置く我々は集団が幸福になれば我々は実はその個人がバラバラのように見えて 集団を成してるいやそんなこと言わなくてもいいように思うんですけどね例えばヨーロッパの、えー、ヨーロッパにですねその街に行けばですね、えー、カフェなんかが外にあっててみんなで広場で楽しく話してたりしますからねどう見たって集団ですよ。パリに行ってですねあれが個人なんてことありえませんよ。個個人人だったら個人がそのフランスの国土に 等しく離れて生活しているはずなのにまとまって生活しているんですからねだからそれはもうあの集団であることは間違いないんですが、まあ、見,そこあの見間違ったんでしょうねあたかも個人のように見えるしかしもうすでに我々は、えー、多細胞生物だけではなくてですね一部多個体生物になっているわけですからですからそれは、えー、個人よりか集団を上に置くという 日本の文化の方が多分長い目で見るとですね正解だったんでしょうそのために日本はですねものすごく強い時があったんですが、まあ、特に、えー、豊臣秀吉あたりがいる時は日本はも,うものすごく強かったんですがそれでも、まあ、わずか朝鮮にちょっと出兵はしましたがフィリピンとかインドネシアなんかも占領せずに国内だけでやったしかもその後、キリスト教とも縁を切り 鎖国をすするというですねこれはやはりあの集団としての日本というものがよく見えてたんだと思うんですね、まあ、そういうことで島国でもあったからなんですがよく見えてたそのためにですね、まあ、日本の幸福個人の幸福夫婦の幸福というのがあったと、まあ、そのように思います。